山口雅文の一口うどんツアー、イエーイ。本日はガールズユニット1のめぐちゃんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。めぐです、よろしくお願いします。ゆめかちゃんだと思ってたんですけど、あの本名はゆめかなんですけ ど、そのワンで活動してた時はめぐっていう名前でやってたので、はい、そうなんですね。そうなんです。結構うどん食べますか？結構食べます。二日酔いの日とかに食べて二日酔い解消で。香川県民ですね。はい、そうなんです。はい、じゃあ今日は美味しいうどん食べに行きましょう。よろしくお願いします、はい、お願いします。今日はじゃあ何て呼べばいいんですかね。ゆめかちゃんがいいですかね、めぐちゃんがいいですか。ゆめかでも全然、ゆめかちゃんでも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ワンって解散したんじゃないの？解散しましたよ。ねえ、はい、解散してるけど最近ちょこちょこライブしてますよね。そうなんですよね。ちょこちょこ復活してやってるんですけど、あまりにもこの復活の頻度が多すぎて、うんうん、普通に活動してるみたいな感じになってるよね。そうなんですよね。結構普通に復活すればいいじゃん。いやー、どうなんですかね。一般の人も復活してほしいみたいな。あ、やっぱ言われるでしょ。言われます、うん、お客さん満員になってる写真とか見るライブの。ありがとうございます、ね。やっちゃえばもう。やっちゃおうかな。ここで決めちゃえばいいんだよ。どうしようかな。私だけでは決められない。そうかそうか。そうか。ね、またやる機会があったらやりたいなと思いますけど、うん、あ、そうなんだね、はい、本人的にはそうなんだ。そうです。アイドル活動もしつつ、はい、その写真とかもされてるし、はい、演劇もされてる。あ、そうです。私その舞台が好きで、うん、よくあの地元の劇団さんとかの芝居に出させてもらったりとかもして、うん、あ、もう出演されてるんだ。あ、そうです。なんか縦やってるやつ見た。あ、ありがとうございます。あれはもうほんまに趣味の一環なんですけど、うん、あの縦をやりたい人が何人か集まって、うん、一緒にやろうっていう。おお、すごいね、はい、好奇心旺盛っていうかさ、いろんなことチャレンジしてるなってイメージが。あ、本当ですか。縦もそうやし芝居もそうやし、うん、やりたいことがいっぱいすぎて、うん、どれから手をつけていいかわからない状態なので。でも元々バンドマンでね、共通の知り合いがいて、はい、ディマスナットの撮影に来てもらって、はい、そこからだもんね、はい、カメラも今でもやってる。あ、やってます。主に風景を撮ることがメインなんですけど。うん、ごめんね、動きまくるライブ。どこのうどん屋さんが好きとかある？そうですね、うん、最近なんか美味しいなと思って、うん、いうところがあるんですけど、この辺の、うん、なんてとこだったっけ、名前を忘れてしまいました。この辺のうどん、ガモじゃなくて、ガモじゃなくて、一服？一服じゃないです。じゃなくて、何だったっけな、山下まさか。いや、違う。カイジ？いや、違う。違う。めっちゃ出てくる。俺もどうかと思うけど。すごい。どこだったっけな。満腹じゃない。満腹じゃない。違う。チートも当たらん、俺。全然当たらん。本当ここらへん？マジで出てこん。びっくりするぐらい出てこん。うん、横倉うどんです。あ、そこです。あ、あの店長さん、すごくね、はい、いいキャラしてるんですよ。あ、なんか気さくな方だって。もう気さくどころじゃないですよ、あの人。え、本当ですか？自分の中で順番とかってあるんですか、そのどれがメインみたいな。でも一番好きなのは、うん、お芝居が好きなんです。あ、やっぱ舞台とか出れたらいいなっていうのは、うん、おお、そうなんだ、はい、あの加藤直さん。あ、加藤さん。そう、とご一緒させてもらって、はい、その時に加藤さんの夢がなんか将来的に香川で劇団作りたいみたいな感じだったんですけど、いいじゃん、劇団加藤。呼んでくれるかな。あれね、加藤って名前じゃないとダメらしいです。あ、そうなんですね。そうそうそう。なわけないでしょ。白川さん。白川さんっていうことで、今日は白川食べに行こうかなと。やったー。同じ。お前、白川の中でも、はい、英語の白川と、はい、普通に漢字の白川のうどん屋さん2つあるんだけど、どっちがいい？どっちがいい？いや、もうここはやっぱり漢字の白川。漢字の白川。漢字の白川行きましょう。やった。ゆめぐちゃんすごいよね。自分がさ、表舞台も立ってたけど、はい、その撮影もしたりさ、その裏方でイベントのお手伝いとかもするわけでしょ、はい、表でやってた人がいきなりこう辞めた時にできにくかったりするじゃん。アイドルを辞めて、うん、あの別の事務所に入ってた時に、これ言っていいのかわかんないですけど、うん、あのアースとかミスユニバースとか、そういうやつね、はいはい、そういうやつで女の子たちのサポートだったりとか、うん、その司会だったりとかっていうのをやったことがあって、うん、それがすごく大変だったんですよ。大変だったんだ、はい、やっぱ
踊って歌ってるだけじゃ分かんないことたくさんあるでしょ。分かんないとこいっぱいあります。でもさ、やってみると大変だけど面白かったりしない？あ、面白かったです。ね、やっぱ自分視点で見れたりとかもして、うん、結局やってきた人がやれなくなった時にさあ今からやろうって人のサポートをさ、うん、してやれれば、うん、なんかその文化とかって続くと思うし、多分自分がやってきたこともその子らが引き継いでくれて、うん、ね、なんかそういうのがちゃんとさ歴史になってくるのかなとか思うんだよ、うん、なんていうの、 AKB とかでよくあるけど、その、ね、恋愛禁止とか言われるの？やっぱ言われます。あ、言われた。言われた。やっぱ夢を与える仕事をやるか、うん、仮に仮に恋愛禁止って言われてても裏でこっそり恋愛してる人がいるの？どっかのグループさんには俺かもしれんけど。え、でもそんなの好きな人って来たらどうするの？私は全然あの、なんやろ、恋愛としてときめくことがないので。え、ときめくことがないの？ないんですよ。え、役者さんとかにもときめいたりしないの？役者さん、まあそうですね。かっこいいとかさ。あ、それはあります。なんか普通に、うん、あ、かっこいいな、うまいなって思うことはあるんです。あ、男性としてっていう感じじゃないと。あ、そうです、そうです。その人として素敵やなと思って、うん、なるほどね、はい、もう人としてって感じなんだね、はい、じゃああまりよそりこんな話したことないので。ああ、そうなんだ。なんと皆さん、喋りに集中するが甘い、通り過ぎたらしいです。すいません。これ本当こっちにお店があるのかって感じの道ですけど。不安になってきちゃった。あそこあれだ。どこどこ。ああ、あれか。そうそう。ほら、ヤギがいる。え、嘘でしょ。こんなところに。普通に犬みたいな感じでヤギがいるから。首は繋がれとった。え、本日終了って書いてない。え、嘘。あれ？嘘でしょ。あ、第3水曜日があるんや。で、ヤギの下りまで撮ったのに閉まってるな。辛い。どうしよう。英語の方行く。英語の方。本日は急遽予定を変更しましたが、三豊市にある白川にやってまいりました。外観は雰囲気のある店構えですが、中に入ってみるととてもおしゃれなダイニングバーのような雰囲気です。こちらのお店はとにかく上品な麺と出汁が特徴的で、この日はぶっかけのトッピングに高級カニカマとタコチクのセットを注文。美しいぶっかけに揚げたての天ぷらセット、このコンビネーションは食べていなくてもすでに見た目が美味しいです。いただきます。これカニカマ、すごい高級そうな感じがしますね。すごい、めっちゃ大きくないですか、うん、まあ、でもまずうどんはな、うん、まあ、うどんは。おいしい。うまなんか細いけどすごいコシあるな、うん、いいね。スルッツルいけますね。うん、これ表面がすごいツヤツヤしてツルツルして、すごく口に一気に入ってくる感じがいいですね。すごい喉にガツンってきます。あとちょっとねじれてる感じもいい。美味しい。美味しい。ちょっと噛み噛もう。ありがとうございます。ありがとうございます。これすごい。マジで、うん、めっちゃこう、ふんわりしてる。雲食べてるみたい。ふわふわすぎて。ふわふわすぎて。すごい。すげえ美味しい、これ。いや、衣も大きいですね。うん。こう噛んだ瞬間、すごくない？このふわっとした感じっていうか。マジ、今噛んでますか？ね。でも、衣がサクサクやし、うん、めっちゃ美味しい。中のこのカニカマのしっとり具合、うん、やばい。何この絶妙な美味しい。これは今まで食べてきた中で一番美味しいカニカマかもしれない。ちくわは？ちくわ、ちくわどうですか？ちくわはどうなんですか？ちょっとつけるにもこれ、うん、あ、いい音。サクッとしたね。めちゃくちゃ美味しい。これも香りがすごくいい。あ、磯の香りが、うん、何もつけなくていいから。あ、本当ですか、うん、いい音出しますね。あー、美味しい。ホクホクしとる。ね、ホクホクしてる、うん、今まで食べたチキンよりめっちゃうまいかな。すげー、いいね。美味しいですね。
ツヤツヤ片麺って感じで美味しい、すごく。でこの天ぷらをね、はい、この出汁にちょいちょいつけてね。いいですね。うん。美味しい。出汁あっさりしてますね。うん、でも味ちゃんとしてて、うんうん、みんな食べてほしいこれは。豪快にいきますね。もうスルスルいけますか。めっちゃ美味しい。うんうん、ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。ありがとう。うどんも美味しかったんですけど、うん、やっぱあのカニカマ、そうやろ、やばいですね。めっちゃ美味しい。高いねんだって。高い。あんな値段で出したらいかんやつやね、ほんま。あ、高級カニカマって書いてましたもんね、でも。あんな値段で出したら本当俺が苦しむやつやね。そう。俺が売れたら売れただけ俺苦しむね。皆さんどんどん食べに行きましょう。作り置きに向いてない品物やからな。だからうちみたいな揚げてすぐを出せるところでないと出しにくいやつやな。ああ、もう今その時しか食べれないカニカマってことですね。あんまり時間置いて美味しいもんじゃないってな、あれは。うん、あ、いい感じのこの柔らかさというか、衣もそんなにこう分厚くなくて。えらい。めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。めっちゃ褒められる。薄いんだけどサクッとしてて、で食べた瞬間があんなにきめ細やかなね。溶けていったもん、下に。おぉ、すごい。うまいな。ね、じゃあ、ありがとうございました。ごちそうさまでした。また来ます。いや。白川うどん美味しかったね。めっちゃ美味しかったです。やばかった。うどんも美味しかったけど、店長さんもいいキャラしてますよね。本当です。すごい気さくな方で、めっちゃ面白い人やった。ねえ。でも店長さんなんかそのスタンド FM でね、うん、なんかラジオやってるっぽいから、あ、すごい、ね、聞いてみたいね。聞いてみたいですね。うん、この漢字の白川との関係で聞くの忘れちゃったの。そうですね。あ、また機会があったらね。ねえ、梅香ちゃんがもう名乗るの忘れてた。白川ですって言うの忘れてた。しっかり言うの忘れてた。同じ名前かけてた。ねえ。ゆめかちゃんのこれからの目標とか夢とかありますか。とりあえずは舞台に立つ。これから役者として生きていくんですね。はい、役者としてやりたいっていう思いが強いので。なるほど。まあでも、まあ、その間に一番の役者を目指してます。素晴らしいです。頑張ります。はい、というわけで白川編ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はーい、さよなら。